はい、どうも皆様こんにちは、ツナキャピでございます。3回連続で撮っております。もう本当に話の内容が続きが気になりすぎてやばいです。会員エピソード3やっていきましょう。本当にこの次の日3はとても面白いです。ですからこの辺は順次巡回していますから。順次で呼び方合ってるのか調べてないや。そういえばあなたこの前もそう言ったじゃないですか。お父さんだ。妻はいつ帰ってくるんですか。さすがに切れたくなるよね。こんな使えない警察官がいちゃね、ほんと。もうやべえもん、顔の色がやべえ。ちゃんと探してくださいよ。だから巡回してますから。怖い怖い。何笑ってるんだ。お父さん。つぐみ。え、この警察官、やべえだろ。まったく、お願いしますよ。歯が生えてねえことが怖え。おかえり、つぐみ。あれ、進まないぞ。あ、進んだ。あ、スルーするの。お父さん、無視。お父さん、お仕事は？ん？ニートになったんだよ、僕はニートになっちゃった。お母さんのことはお父さんがちゃんとお願いしておいたから。無視するってことはニートになったってことだな、この おっちゃん。何も心配ないぞ。ガンスルーじゃん、話が成り立ってない。これはてんてんてんだわ、ほんと。お父さん仕事辞めちゃったんだ。やばいやばい。また来るのか、またガラス越しに現れるのか、お母さん。何これ。え、警察官かなこれ。やっぱめっちゃ人が死んでる。次の日、今日も辛い一日で、今日の夕飯はチャーハンがいいかな。だっけ、今読めなかった、ごめんなさい。お父さん、料理するのがちょっと楽しくなってきたよ。お、いい子だ。親孝行早すぎる。てん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 。スルー。ちょっとガチで生きる希望なくしてるよ、このお父さん。やべえ、また雨か。よし、次に今日もお父さんと競争だぞ。やめろ、帰るな。よーい、ドン。あの走り方どうにかならないのかな、マジで。反抗期、反抗期、やばい。第一次反抗期だ。お父さん待つの早いし。なんかこの回ネタだな、てんてん。やばいぞ、家族の関係が悪くなってる。これはちょっとやばいですね、家族の関係が。かわいそうに。お母さん戻ってきてあげて。あ、これ手の跡だ。何気に今気づいた。次の日、いやー面白い、このゲーム。あれ、お父さんついに自殺かな。あ、なんか手の跡あるっぽい、気のせいか。お母さん、お、なんか手の跡がいっぱいあるよ。また雨。つぐみちゃん、怖っ。お母さんすっげえ声してんな。やめてやめてやめて、急に来るんだよ。お母さん、かわいそうだ、涙が出てくる。こんな若いうちからお父さんもお母さんも失ってかわいそうに。なんかチャポンっつったけど、なんか音がする。なんか音がする。怖い怖い、お母さんいるじゃん。お母さん、や
やば、音が、あ、消えた。つぐみちゃーんって言ってたのか、そういえば、初めの方。なるほど。怖、お母さん。つぐの日。お、今日は傘ちゃんと持ってきてる。えらい。てん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 。つぐみお母さんだ。つぐみちゃん、え、ハッピーエンドみたいな。お母さん、お母さん、怪しいぞこいつ。お父さんだろ。お、ちゃんとひっついてる。おかえりお母さん。これは嬉しい、感動の光景だ。どこへ行ってたの？つぐみ、ごめんね。もう一人にはしないからね。怖いよこれはやばい。お母さん、雨が血だよ。雨が赤いんだけど。上向きたくないよ、これは。これは僕向きません。嘘です、向きます。行きます。やば、もう顔じゃないし、これ。いやー、いや、まだあるのか。え、こっからまだあるのか。長いね。はい、では今回もこの回、名前ちょっとわからないですけど、はい、やっていきました。まあね、面白いと思った方は高評価、チャンネル登録、そしてコメントもぜひぜひお願いします。面白くなかった方もお願いします。それではまた会いましょう。バイバイ。